私好楽さんと一緒に CM で今回共演させていただいて、はい、ずっと笑ってました。なんだすごい面白かったです。楽しかったです。一度お仕事してもいただいたことがあるんでね、うん、それでもうすごく慣れ慣れしく溶け込んだら本当にこうやって親しく付き合ってくれたんでね、さすが石原さとみは最高だなと思いました。ありがとうございます。このね CM 皆さん見てくださいよ。自分の娘っていうか溶け込んじゃって、で彼女も本当に親しく言ってくれるじゃない。これってすごいことですよね。一緒にこれ歩ってくれて冗談言ってくれて、こんな楽しい CM ないよ。でも雑司ヶ谷の街がそうさせてくれた感じしますね、はい、いいこと言うね。ね、雑司ヶ谷の皆さん本当にありがとうございます。来てください。ありがとう。雑司ヶ谷はちょっと下町感というかちょっと離れてる印象があったんですけど、来てみたら私の世代でも喜ぶジュエリーショップがあったりとかカフェがあったりとか、ちょっとゆっくりできるお団子屋さんがあったりとか、こういう提灯のお店があったりとか、すごく楽しめるなと思って、何よりもなんかお散歩にのほほんとしたい街だなと思いました。あ、空が抜けている感じ。これがいいのよ。気持ちいいです。東京にね、空が抜けてるとこってあんまりないんですよ。あ、そうです、うん、空が近い感じしますね、うん、住宅地に、提灯屋さんがあるとは思わなかった。前通るんだけど、あ、ここだったんだっていう感じ。ここの場所自体は来たことある。通るんですよ、結構。そうなんですね。よくあの散歩が好きだもんでね。そう、あれ、あるんだったけど、今日こうやって行ったら、あ、本当に提灯屋さんって営業なさってるんだと思ってびっくりしちゃった。提灯とものすごくゆかりがありますよね。我々落語家はあの提灯があるところでいつも仕事してますからね。寄席はみんな提灯がありますから、うん、先ほど好楽さんが初めて提灯に書いたって言って、うんうん、生まれて初めて書いたっておっしゃってましたよね。私紙に書いたやつを貼るのかと思ったらね、とんでもない提灯自体にこう書く直接、すごいプロってのは違うんだね。全くガタガタしてませんでしたもんね。なんか娘さんのあそこのお店良かったですね。ちょっとも良くなかった、ね、なんでですか。すごい楽しかったです。あの子は陽気な子だからね、町の人にかかも可愛がられるんですよ。そうですよね、すごい溶け込んじゃうのね。すごいあれが武器だね。楽しかったです。何しろこの町は私子供の自分から来てましたからね、うん、やっぱり昔の雰囲気取り戻せますね。やっぱ子供の順番は木に登ったり、うん、銀杏拾ったりとか、うん、そういうことをやったじゃないですか。缶蹴りとか、うんうんうん、鬼ごっことかかくれんぼなんてやってた時代だから、うん、はい、里美ちゃんもやった？やってました。もちろんです。缶蹴りも鬼ごっこもドッジボールも、あちらあの広くて、そうですね、子供たちがいっぱいいた時代はそういう遊びよくやったもんね、うん、でもここは変わらずなんですね。はい、変わらない。うーん、もうね、あの境内を歩っただけでね、うん、なんかこう嬉しいなと思っちゃう。最後、うん、あそこの岸本人のね、すごい引きで、うん、クレーンで撮ったんですよ。見せて最高にいいね。すっごい映像でした。あれは最高で本当にいいなと思ったもんな。心がちょっとだけ落ち着いたらちょっとだけふわっとする感じがして、うん、あ、なるほどね。気持ちがいい、気持ちすごくがいい感じがしました、うん、雑司ヶ谷の街は。